おはようございます。2019年1月の29日火曜日21時10分です。よろしく。水道が止まったよ。おはよう。水道が出ない。なぜだ。お腹が空いた。水道の復旧ってどれくらいでやってくれんだろう。こんばんは。のんちゃんいない。タバコ何ミリか、あ、ツイッターに送ったよ。ていうか、タバコ何ミリのっていう答えるときにさ、いや、俺、未だにタールを答えるのか、ニコチン答えるのか分かんないんだけど、タール9ミリ、ニコチン 1.0 ミリ。1ミリかな。ニコチンは1ミリ。うちもちょい前までガス止まってた、マジか。おはよう、のんちゃん。水道止まった。歯磨きたい、まず。寒い。アメスピの緑。水道止まったよ。歯磨きたいな。歌ありがとう。今日何やろうかな。よく寝た、今日は。ハタありがとう。ああ、俺が返信しなかったのか。うん。だよ。まずだよ。どうしよう。はいし！寒いな。
いいね、ありがとう。銭湯。ね。もう銭湯だねっていうか、水道代いくらかかった、水道代いくらなんだろう、払ってないから止められたんだけど、見てみようか、支払い用紙。いろいろ止まるよ。まずは水道から止まったね。12,209円だって。めんどくさい、水道が出ないの超だるい、超だるい、ムカつく。便所どうするってどういうこと？あートイレか。いやいや、そんなことよ、俺は今が良ければいいの。うんことことなんか知らない、今うんこしたくないんだから。俺は歯が磨きたいんだよ。口の中がネバネバして不快なんだよ。あー、めんどくさい、もう。とにかく払いに行く。ありがとう、コキンちゃん。払ってもだって今日は復旧しないでしょ、これ。払ってすぐ復旧するもんなのかな、これ。しかもこれ、平日の午後5時まで取扱営業所に直接来いって書いてあるんだよね。
夜間やってるよ。本当に？え、どうすればいいんだろう。夜間やってんの？でも営業時間5時までって書いてあるよ。5時までって。水道は違うっぽいよね。コンビニ近いよ。え、24時間ダメって書いてあるけど。大丈夫なのかな。いけるんだ。じゃあとりあえず払うのはこれ期限過ぎたコンビニ払いの様子でいいのかな。これ払えるのかな。でも俺電話も持ってないんだよね。まずだからいくつかハードルがあって、支払い用紙が期日を過ぎてるのにまずコンビニで払えるかで、コンビニに払った後俺は水道局にどうやって払ったことを伝えるのかで、さらに復旧をしてもらわないといけないんだよ。その通信手段がないな。だからもう諦めよう。もう公衆電話会話ずつ水道局呼んだらって夜水道来るの？だって営業時間過ぎてんのに電話つながんないんじゃないの？で、電話つながんのこれ。そっか、ミネラルウォーターなんか買わなくていいんだよ。ホームレスのおじさんにとりあえずペットボトルを、このペットボトルにあの公園から水をかっぱいでこようよ。とりあえず2本あるかな。かっぱいでこよう。公園からかっぱくぞ。ご飯何にする？何にする？ご飯何がいい？ご飯何にしよう。いて、お金ないの、もう。
飲み水買ったのしかないでしょ。だって生きるためには飲み水を買ったのしかないでしょ。他にどうすればいいんだよ。カッパが以外に手あんのかよ。じゃあカッパがしかないでしょ。支払い用紙どうするんだっけ。支払い用紙公園の水道水。どんだけ貧乏なんだよ。一日2,000〜3,000円の男だよ。俺は一日2,000〜3,000円の男だよ。出ないもん。ひねっても出ないもん。じゃあ歯磨いてコンビニで払って全部やろう。全部やろう。いくよ。何ヶ月か、払ってないのは去年の7月から9月分払えだって。去年の7月から9月の分。パークハイアット宿泊したいんだけど、マジでパークハイアット泊まったことない。寒めちゃくちゃ寒い。嘘、金かかんの。嘘でしょ。本当に言ってんの。はい、わざつ。手洗ったりできないのが嫌だな。手洗えないのが嫌だ。いや、毎月末恒例だけど、月末恒例。ちゃん今日いない。ぬるいっつうか、もともとこんなのばっかりやったからね、配信者なんか。みんな金なくて、月末に逆にガスとか水道が止まるのが俺は普通だと思ってるから、配信者たるもの。配信者が金持ってる方がおかしいんだよ。そう思わない？はい、ワードツー。寒い。もうやだ、こんな2,000〜3,000円しか稼げない生活。もうやだよ、本当に。まず支払い追われてるもん。寒い寒い寒い。トイレは流れないね。トイレは流れないね。なね、うんこはね、別にね、その辺にすりゃいいんだよ。あのね、ちょっとね、甘く見すぎ。歯を磨けない方が辛いから。うんこなんか、その辺どこでもできんだから、別に。だから、隣の家の前とかにうんこ置いとけばいいんだよ。
どこだっていいよ別に。俺には関係ねえんだから。タワーマンションの入り口のところにうんこ置いとけんだ。いや、お金持ち別になりたいと思わないけど、金で頭抱えたり不便なのもやだ。もう金のことを考えたくないの。金持ちになりたいんじゃなくて金で悩みたくないの。ただそれだけ。金でストレスを何一つ与えられたくない男だから。金から攻撃されてんだよ俺は。次はどうすればいい？俺は払ったわけだから公衆電話を探すのか。公衆電話。寒い。うわ、お好み焼き食べてえな。え、これ繋がんの本当に。5時までって書いてあるけど。千とつうか5時までだけどみんなつながるよつながるよって言ってんだよね。つながんのかな。俺は繋がらないでしょって言ってんだけど他の人は繋がるって言うんだよね。だよね。繋がらないってこと？じゃあ帰っていいのね。はいはい。じゃあ帰るよ。俺は繋がらない派だったから最初からめんどくせえ。お前ら嫌いだわ。シェイク溶けやすいのでお気をつけくださいって何を気をつければいいの俺。
気をつけ方は教えてくれないけど気をつけろっていう。いや、シェイク溶けやすいのでお気をつけください。何を気をつけるんだ。いや、冷静に考えて意味が分かんないでしょ。それ聞き返すでしょ。はいって2回言われたかんな。まあいいやと思ったけど、納得いってないかんね俺。いや、それだったらシェイク溶けやすいので早めにお召し上がりくださいだったら分かるけど、気をつけろって言われたんだよ俺。なんで俺がシェイクに気をつけないといけないんだよな。だから俺こういうのが許せないの。わかる？なんか意味が全然違うじゃん。お早めにお召し上がりくださいとお気をつけくださいは全然意味わかんないから、脳が勝手に反応しちゃうの。え？どういう意味って。え、何ですかって。で別に溶けたところでっていうのもあるし、溶けたの別に飲んでもいいでしょみたいな。何なんだろうね。ゾウに3はつけるでしょ。ウサギさん、ゾウさんは別にいいでしょ。あー、クレームか。いや、気をつけろの意味が分かんなくて、なんでこっち側が気をつけないといけないのみたいな。何？その、それはサービスではないからっていう。だから早めにお召し上がりくださいだったら、ああ早めに溶けないうちに飲んでね、ありがとねだけど、気をつけろって言われたんだよ俺。えって、それはサービスではないでしょっていう、うん、そう思わない。何をどう気をつけていいのかも分かんないし。何？忘れることにお気をつけてってどういうこと？意味が分かんないんだけど。何言ってんのってなるけど。3をつけろよデコスケ野郎ってこと？え？金田みたいだな。え、俺3をつけろよデコスケ野郎って言われたの？マジかよ。ディスじゃん。寒い。いただきます。え、日本語を壊すための策略なのあれ。なんかその俺嫌なんだよね、そのルーティーンで言わされてる言葉とか意味のない呪文とか大嫌いだから。いただきます。かっぱいじゃない。意味のない日本語使うやつが多すぎるんだよ。
ポテトうんま。あーマジでお金のない世界がいい。お金のない世界が欲しい。あーわかる。44インゴだよね完全に。なんかのメッセージだよねタウンにゃん。ポテトにケチャップなんかつけない。マクドナルドのポテトは世界で一番うまいよね。ただ買ってから15分経ったマックのポテトは世界で一番まずいポテトに変わるんだよね。余命わずかの短命だよ短命。あ、そうそう、髪の毛の色変えるんだっけよ。忘れてた。いや何にも払ってないよ。電気もやばそうな。マクドナルドの店員ってボーナス半端じゃないの知ってる？なんか社員の時給くっそ安いんだけど、ボーナスだけえぐいの知ってる？マクドナルドすごいよ。ボーナス超いいから。16万ももらってたよ。友達。16万ももらった。わかんない。ほんとじゃん。水出なかったら髪の毛そんなに。天才かよ。マジかよ。バイトはもらえないよ。もちろんバイトはもらえない。正社員の話だよ。説得力なくすって何？
別に説得なんかする気ないけど、何にも。何の説得力、誰も俺説得しようなんかしてないから。なんで説得力、何バーガー買ったの？絶対教えない。墓場まで持って帰る。詐欺なんかしたんだって。詐欺したっつっても2時間ぐらい持ってただけで会社の人間に渡したんだもん。ばあさんから600万預かって2時間電車の中で持ってて、で入って渡したの。もう持ってないの。1円ももらってない。底辺でいいよ別に。底辺でいいな。今からもうなんかビル・ゲイツとか目指す形にならないよ。いや、言うことだからねじゃなくて、持ってないんだもん実際。な、600万円なんかすぐ使うねえ、なくなるでしょ。右から左に流れただけだ。
だから逮捕されてさ、罪を償ったんだが、お前に関係ねえじゃん。何の関係があるんだよ。裁判終わって罪償ってんだ、お前に関係ねえやん。違うか？そんな、7年前の話されても。ハートありがとう。何がおかしいの？いいね、ありがとう。いや、口の中ベチャベチャ。もういらない、これ。濃い。全然うまくない。濃い。全部。いや、いや、まずい。ベチャベチャなんか。また延長できないバグなんだけど、もうふわっちいい加減にしろよ本当に。あのさ、これ商売になんねえんだけど、マジで延長ボタン押しても延長できねえんだけど、どういうこと？マジでいい加減にしろよ、ほんとに。これ、ユーザーをバカにしてるよ、マジで。いや、これ考えられねえよ、ちょっと。最近多すぎるよ。金払ってるリスナー、バカにしすぎでしょ。マジで。これもうクソサイトだな、ほんとに。うわ、延長できねえわ。マジで金魚姫
景気悪いよ。どうしよう。歯磨くからさ。ああ、髪の毛も洗いたい。ルンペンっぽいかな。ありがとう。褒められちゃった。ああ、まずいな。ネバネバする。次やるよ。うん。とりあえず公園行くわ。次枠これもまずい。もうマック食えない体になってる俺。ダメだ、マック食えない、まずい。よくないね。もうべっちゃべちゃ。シャンプーもしたいんだよね。マック受け付けなくなってる。もともと公園で生活してたからな。戻るか、古巣に。そろそろ戻るか。家賃かかんねえし、うん、ダメだね。うまいと思ってたけど、これ体に悪いのよくわかる。もう口の中べちゃべちゃだもん。狭いのにね。教育費ってなんだよって。いえ、本当にそう。教育費ってなんだよ。本当だよ。いや、じゃあマックとか食わなくなってるから。家賃なかったら全然10万で生活できるよ、俺なんて。次枠行くわ。ごめんね、みんな見づらくて。ふわっちのせいだから、これは。
田舎で農家とかもう最高じゃん。田舎で農家とか最高だよ。次枠行きまーす。ごめんね。安い土地手に入れたいな。農家ってあれだよ、あのそういうんじゃなくて 自作なんつうの、自作自演。いや金持ちの家とかマジ羨ましいよ本当に。ボンボン羨ましいよね。うん、手作りトマトとか絶対うまいよね。あ、ごめん、トメイトだったわ。トメイトだったわ。うん、どうなんだろうね、なんかそういうのもありだよね。いっちゃんの家50万で買うべきだったね。石川県だけど。じゃあ次枠来てね。お疲れ。どうも。歯磨きに行きましょう。あれ歯ブラシは、あれ歯ブラシなくしたんだけど。は？歯ブラシがない。歯ブラシは、歯ブラシがない。俺歯ブラシどこやった？あれ歯ブラシがない。なんで？さっき持ってったのに。え、歯ブラシなくした。マジかよ。いや、歯あったわ。寒いよ。そうね。
うー、寒い、頭痛い。寒い。あ、寒い。痛い、寒い、帰ろう。
井さんだね。ちょっと浅井さんディスやめて。いや、飲んでる、美味しい。金色コーヒーもなくなった。もらったやつはうんこ流れないね。コーヒー飲む、はい、コーヒー買ってこようかな。アイテムありがとう。コーヒー買ってくる。寒い。寒い。なんでこんな寒いんだろう今日。はい、おどつ。トレーニング、トレーニングっつうか、いや違う、この前たくさんもらったから消しちゃったんだよね。追加しようか、欲しいものリストに。追加しよう、後でやっとく。めっちゃ寒い。うわー寒い。コラボトツマッチでもやる。コラボトツマッチ。マントね、欲しかったんだけど売り切れだったんだよね、もう。あのマントトレードマークにしたかった。ネオルートビッヒだっけ、あれ欲しかったな。骸骨いるよ。いや、トイレはまだ来てない。金ないね。クマが抜けないんだよね最近ね。調子悪いんだよね。わかんない原因。何？わかる？
こたつ何なんだろう、クマの原因。何ヶ月、なんか今払ったのは4月8月分とかだったと思うよ。結構不良なんだ。ツイキャスやろうかな。被爆なのかな。トツマチコラボ、トツマチでもやるか。コラボトツやる。コラボトツコーヒー買ってこよう。その前に、コーヒー買ってくるわ。コーヒー買ってきて、でコラボトツに変えよう。
じゃあ次はコラボトツ町です。お疲れ様でした。コラボトツです。どうもお疲れ。あれ、イヤホンどこだ。昨日イヤホン使った気がするけど、寒い寒い寒いよ。you